中国共産党政権への批判的な論調で知られる香港の新聞リンゴ日報が今日最後の新聞として過去最多の100万部を発行し26年の歴史に幕を閉じました。香港の表現言論の自由に大きな打撃となりそうです。リンゴ日報は中国が香港に導入した国家安全維持法に違反した疑いで先週幹部などが相次いで逮捕・起訴され資産が凍結されたため廃刊に追い込まれました。最後となる朝刊は通常の10倍以上にあたる過去最多の100万部を発行し香港の新聞スタンドには最後のリンゴ日報を手にしようと早朝から多くの市民が集まりました。儘管有時未必說很同意他寫的東西，但是一個社會就應該有不同、有多元的聲音，不可以說因為某些原因而去抹殺聲音。